はいどうも、今日も元気にモータロー伝説2010やっていきましょう。チャンプルーです。ということでね、やっていきましょう。さあちょっとね、北海道にいるんでダジャレハメをして、ちょっとね、いろいろとやってるところなんですけど、とりあえずね、北海道の物件買っときたい。いろいろとね。でもこれさ、コンピューター相手だからできる戦法だよね。人間でやったらもう、これはね、絶縁レベルですよ。あれかな、県庁所在地30箇所止まったぐらいかな。違うか。スペシャルセット3。ああ、それはでかい。わっはっは、わっはっは。フィニッシュ。そろそろ終わろうかな。望み周囲ナイス。しかもこれリセットされるからね。オッケー。さあこれでね、少しは君たちも黙ってくれるといいですけど。さあ、さらにさらに。吸収合併して。そろそろ、あ、でもな、ここら辺を独占してから行きたいよな。おい、もうちょっと続けよう。行きましょう、ここ。どうしよっかな、あとよし。まあ一旦この辺で勘弁しといてやるか。約1年ぐらいやったね。まあでもね、この戦法定期的にやっとけばね、いろいろとね、ゲームを有利に進められるから、コンピュータ相手だとね。ああ、650億円か。
新幹線周囲持たれてるのがきついな。新潟大寒出てくんだよな。どこ周でいいや。あー、待って、五所川原行けばよかったな俺。120億。はい、OK。なるほど、独占。お前がつくんかい。まあ、とりあえず、24と、刀も持って、高山いいね。そういうアイスから。くしろ行け。こいついいな、微妙にぶっ飛びせえのが。角度がめっちゃ、いいわけでもなかったね。持っていけ。持っていけ。よし、都の城。もう一回飛ぶのかな、こいつら。31か。まあ、リニッシュ多すぎてね、もうすごいな、もう。出目もすごいし。120億か。上の。ナス安くない？え、ナスこんな安いの？ゴルフ場あったじゃん、16まで。ゴルフ場200億円か300億円ぐらいのやつあったじゃん。なくなってんだね。あ、やっぱぶっ飛ぶよね。新宮ぐらいか。うわあ、ついてくるか。ちょっと油を売りすぎたな。気仙沼、ここは一旦リニア打ちましょうか。あ、そうだそうだ、那須野与一さんいるんだった。はい、熊本ラーメン射抜いたな。そう、これね、あの貧乏神のサイコロ振りみたいな感じで、こうボこうなんていうの、振って、その出目に応じた物件をね、獲得することができますよ、というわけです。使い切っちゃった。うん。あっ、湯布院。まあ、結構遠いですね。うわ、出た IT 企業。IT 企業はですね、なんか買収したりするんですよね。だからマジで厄介。さあ、おとなしいですね、最近のボンビー君は。はい、射抜いていった。これは、よき。あ、でも、俺、飛び系のカードがないのか。やばいな、それは。しかも、ここにいるとね、まずい。逃げなければ。ということで、リビアしちゃいます。あの、しょぼで目出たら、ちょっと困るから。ここ欲しいんだよな、この自動車会社。
小丸デパート、多分大丸のことだろうね。まあ、一旦6000にするか、軽井沢。大丈夫だよね、ここ。軽井沢はさすがに長野県だし。別にミニボビーぐらいだったらいいじゃん。ちょっとくれーねー。あとどっか独占できるとかかな、今金額で。首都圏高いしな。松崎とか。あー、松崎か、多いな。19出せるか、今のおねり中しょぼいねまあこっち行くか。あ、イエローと急行シュートぶっ飛びがあるのか。じゃあこっち行くか。さあ、ぶっ飛びましょう、最後は。あらー全然ぶっ飛ばない。まあ、あるあるですけどね、あれ。はい、ということで、ね、36年目、こんな感じでした。そろそろ一丁行きそうだね。見えてきました。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.